時刻は5時55分です。今週の旅物語はもうすぐ花火大会が行われます隅田川沿いを旅しています。はい、下木さんです。おはようございます。はい、今週はですね、この隅田川にかかっているこれらの橋を起点として旅をしているんですが、2日目の今日はこの吾妻橋から美味しいお店が並ぶ浅草へ向けて歩きます。浴衣がいいですね。鮮やかな赤色が美しい吾妻橋、たもとには屋形船が並んでいます。橋を渡ると雷門に出ました。ここは東京下町のグルメ街、老舗の名店が軒を連ねます。仲見世通りの近くに味噌とんかつと書かれた看板がありました。あー、これすごい。味噌とんかつだけでなく、生姜や餃子とんかつなど50種類ものユニークなとんかつが味わえるお店だったんです。ここ注目すると思った今。暑い夏に元気が出る餃子とんかつがおすすめと聞いていただいてみました。こちらのとんかつ、味がついているのでソースをかけないでそのままいただきます。お野菜がいっぱい入ってそう、ね、いただきます。うん、このサクサク感の後のジューシーさって言ったらないですよね、うん、はい、ありがとうございます。美味しい、これは元気出ますよ。餃子の味するの、うん、するんですよ。こちらのご主人は元フランス料理のシェフ、料理のこだわりを伺うと、カツオさんでしたよ、ね、結構カツオさん、はい、はい、とんかつの中に入れる具材は豚肉と一緒に食べると栄養素が上がるものだけを組み合わせています。へ、他にもですね、納豆とんかつや海苔とネギと鰹節を入れたものもありました。1枚がね、とっても大きいんですよ。あ、風鈴の音が。仲見世の脇を歩いていくと、人力車が止まったお店がありました。気になって私も行ってみると、サイアイスって何でしょう。こちらは14種類の野菜アイスが味わえるお店です。茨城の農家の方が作ってるんですよ。トウモロコシにモロヘイヤ、そしてジャガイモにトマト。私は夏限定のジャガイモアイスをいただくことにしました。ジャガイモアイスです。見た目は普通のね、バニラアイスなんですが、これジャガイモのアイスなんですよ。じゃあ早速いただきます。うん、あ、ほんとちょっとまだホクホクしてますね。すごい、うん、じゃがいもの柔らかい甘みが残ってます。美味しい。今年の花火は野菜アイスを食べながら見るなんていうのもいいかもしれないですね。さあ、スタジオにはその野菜アイスをお持ちしました。ありますよ。今日はね、いっぱいあるんですが、14種類ある中で4種類持ってきました。こちら、トウモロコシ、トマト、うん、モロヘイヤ、ジャガイモがあるんですが、私のこれジャガイモでしょ。そうなんです。あー、ジャガイモの味する。あとちょっとね、舌触りがジャガイモのね、ちょっとホクホク感がちょっとね、うん、うん、でも美味しいですよ。アドリさんがモロヘイヤのアイス、これあのほらちょっとなんか言い方があれですけど、こう青臭い感じあるじゃないですか、野菜とかだと、はい、それがアイスとあってちょうどいい感じで、うん、これ美味しいですよ。体にも ね、いいんですよ。し農家の野菜の本来の甘みを出して、ね、余計な甘みはもう使っていないんですよ。モロヘイヤと思ったんですけど、これ美味しい。面白いですよ。それでは場所をご紹介します。勝吉とグリーンベルは浅草駅から歩いて5分ほどです。両方とも仲見世通りの近くにありました。